開けてみます。うわはい、今日はあの恐竜の国さんとあの今日から、竹府中央公園でこの掛け奉行が今日からスタートします。で初日に2人で行こうということで今日寄らせてもらいました。今から掛けを食べてきます。楽しみです。はい、はい、お願いします。さあ行くぞ。これ自分の取っていけばいいんかな。お盆に入れるんや。おー、どれがいいかな。両方してみましょうかね、はい、これが岩手県産、はい、あ、なんかいろいろ選ぶ、まあでもどれ一緒分からんね。でこれが広島県産、はい、広島と好きですね。あら、あ、こっちまで安いな。あれ600円。あ、これが1点ですね。これが支援のやつか、宮城県産。あ、こっち買わなきゃね。そうですね。じゃあ持ちましょう。上だ、そう、これ宮城県産、はい、恐竜の国さんどれ。ちょっと今日は梨なんで、はい、はい、いいですか。はい、皆さんが食べてるんですよ。ありがとうございます。あ、こちらが、はい、持ち帰る。YouTube です。牡蠣おすすめなんで、ちなみに岩手の牡蠣も一応おすすめなんで、自分岩手出身で。ああ、ほんと、はい、岩手の食べなきゃなと思って。そうですね、でも一応宮城の宮城メインで。これがこれ宮城ですね。ああ、全部。あ、ほんと、これこちらが。よかった、はい、食べたと工程したけど。これ平らな方を先に下にして3分焼いて、裏返ってみて3分焼いてください。その際にこれ、こちらの蓋を必ず食べせて焼いてください。こちら持ち手かなり熱くなるんで、軍手かトングあちらにあるので持ってきて焼いてください。こちら掴んでください。セルフサービスとなっているんで、こちらから全てお取りいただいてお願いします、はい、こちら食べ終わったらあのゴミ箱があるので、そちらに全て捨てて入ってください、うん、はい、ごゆっくりどうぞ。はい、あとトングとか、はい、じゃあ乾杯、いただきます。ではまず牡蠣を焼いていきます。で、なんか3分、あ、そこ3のセット、あ、3分待つ。まず3分経ちました。オープン。で、もう1回ひっくり返す。あ、ひっくり返すっていうのが汁が、あ、な、向き考えないであかんかったよね。しまった、これね、これ全部逆にした。なんか汁出てまいそうな気がする。おー、でも次また3分、はい、交換していく。まあ、でこちらが岩手の牡蠣になるんですけど、岩手の牡蠣と宮城の牡蠣は結構塩気が強い味になっていて、はい、あと広島もあったじゃないですか、うん、で広島はクリーミーな感じがあります。あ、すごい。そうですね、その食べ比べとかも一応説明してて、はい、まあ、宮城のが一番おすすめの復興の形でやってるんですけど、うん、まあ、自分的には一応岩手、うん、まあ、岩手も、まあ、復興一応、うん、出身なんです、うん、って形で売らせていただいてます。3分3分焼きました、うん、3分3分焼きました、まあ、そしたらもう先ナイフでお持ちして、これ片手持ってください。そうですね、あ、こっち入ればいいの。焼きすぎると黒くなっちゃう。あー、開いてきました。普通にこういう、はい、こういう形で、あ、はい、でそのまま食べるのが一番美味しいから、このまま、はい、つけないで何も。熱いですね、まあ、両方軍手した方がいいですね。では初
ただきます、はい、うん、うまい。さあ、行くぞ。あ、で熱いですよ。はい。じゃあ食べてみたいと思います。すごい。うん。すごいブリブリしてる。うん。さっき言ったの、やっぱ塩味が強いっていうのは、やっぱ本当にその通りだなと思って。確かに。うん。すみません。これ開け方がよく分かんなくて、これまあ足りないんです。ちょっと見せます。また岩瀬のイケメンが登場です。いや違うんです。これ開けれなかったら恥ずかしいじゃないですか。それはそれで動画的に面白い。あ、確かに。たまにあるんですよね、開けるの難しいやつ。これがちょっと引き強いね。お先引き強い。おお。おいおいおい、あ、なんかやっぱちょっと違いますね、なんか。お願いします。はい、はい、では愛染くん、柿をこのままいただきます。うん、おいしいですか。おいしいです。うん、しまし、よかったです。うん、うまい。はい、では3分経ちました。では、でオープン。うお、黒大きい柿ですね。では、この一番大きい口が開いてる、それは開きやすい。これ開きやすい。ちょっとこれすぐ食べれないですね、熱くて。開けてみます。うわー、プリプリですね。では、おー、プリプリですね。これ、岩田健さんですね。さっき紹介してくれたお兄ちゃんのふるさとです。はい、わー、まさか。いただきます。うん。うん、美味しいです。美味しい、いただきました。はい。はい、で、まあ、今日はかけ奉行。すごく美味しかったです。もう柿で本当にこんだけたらふく食べさせてもらいました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい。はい。今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。ではまあ、今日から、はい、この柿奉行、はい、SNC でスタートなんですけども、はい、まあ、紹介をお願いいたします。はい。本日から29日まで営業してますので、11月の29日、はい、はい、よろしくお願いします。営業時間なんですけど、はい、11時から8時半からストーダーで9時完全閉店になってますので、はい、よろしくお願いします。ちなみにお兄さん、お名前は。はじめは吉田さん。はい、吉田さん。フルでいます。休みの時もあります。あ、自分は水曜日なんです。来週の水曜日は、ぜひ来てください。声かけてください、はい、見られる方で、あと予約も必要ないので、はい、いつでも席が空いてればすぐ、そうですね、はい、結構お昼過ぎた後とか、うん、結構空いてるので、うん、結構狙い目かなと思いますね。わかりました。はい、はい、じゃあ皆さん、またぜひ、はい、竹富中央公園でお待ちしてます。